僕たちが走るレースの売り上げの一部が社会に還元され、地域の皆さんのお役に立っていることを嬉しく思います。僕は今、去年のレース中の事故で怪我をしてしまい、復帰に向けて、リハビリを日々頑張っています。復帰戦には、いいレースをして、場内を盛り上げたいと思いますので、その時は応援よろしくお願いします。私たち選手がレースに参加した、その売り上げが社会貢献に携わる皆様のお役に立てているということを誇りに思っています。高齢者が幸せな生活を送れる、そんな社会づくり、そんなことのお手伝いが少しでもできるよう、今後も、気を引き締めてレースに臨んでいきたいと思います。事業者の皆様も、地域社会の発展のため引き続き、お力添えの方よろしくお願いいたします。やっぱりギャンブルっていうイメージが強いかもしれませんが、オートレースの行っている、補助事業をもっとたくさんの方に知ってもらいたいし、そのためには僕たち選手ももっといいレースをして、いかなくちゃいけないんだなというのを、改めて、身が引き締まる思いです。今年1月の終わりに、背中のプレートを外すオペ、5回目のオペですね、それが終わり、やっと体の可動域が出てきたので、普段の生活はちょっと遅いですけれども、全然平気になりました。で、復帰に向けてはこれからリハビリを重ねていって、もうちょい柔軟性を作って、トレーニングしなくちゃいけないんだなって思ってます。ただ、一番厄介なのが麻痺が残っていることで、その神経がつながるのが2年まではつながる可能性が あるということなので、今ちょっと焦らず、2年近く、そうですね、今年いっぱい来年の初めぐらいまで様子を見ながらリハビリを重ねたいと思います。一度練習参加をして、そこでどこが足りないかを見極めて、もし足の踏ん張りが効かないようであれば6度目の手術に、なるかもしれないので、早めにちょっと練習参加をして見極めたいと思います。やっぱり先森選手もおっしゃった通り、焦らないことが大切だと思います。無理してさらに悪くなったりとか復帰遅れるようなことにならないように、じっくり自分を見極めて頑張ってもらえたらいいのかなと思います。そうですね、オールスターはファンの皆様の投票があって、初めてね、レースに参加することができますので、僕は今年ちょっと怪我で出場できませんけど、毎年たくさんのファンの方が僕に投票してくれていて、とても嬉しく思います。そして今年、最初の SG がオールスターということで、ここからですね、開催されるということ、あとはオート界初の6日制、これに注目してほしいと思います。そしてゴールデンウィーク期間中なので、たくさんのファンの方に、本場に遊びに来て、好きな選手を応援してレース場を盛り上げてほしいと思います。はい、日本選手権、G1 の中でも特別なものだと自分では思ってますので、それが地元で開催されるということは、本当にこの後そんなことがあるかどうかも分かりませんし、最後の地元の日本選手権だなという気持ちで、全力で取りに行きたいと思います。